Google Chrome ならパソコンに記録を残さずにブラウジングすることも可能ですページメニューでシークレットモードを選択すると新しいウィンドウがシークレットモードで開きますシークレットモードでも検索履歴を見たりアクセス先のウェブサイトでユーザー情報を収集することはできますがウィンドウを閉じるとこのセッションの記録は一切 Google Chrome に保存されません